はい、皆さんこんにちは。今回はですね、こちら超極限したブラック、まあ作ってきました。まあ今回簡単だったね、マジで。マジで簡単だった。あのね、こいつマジでこいつがね強すぎた。マジでワンパンしてくれるんだよ。もう好きになったわ、マジで。まあ前から好きだったけどね、前から好きだけど今回でさらに好きになりましたねといった感じで、まあ本当はブラックと並べて使いたいんだけど、俺新キャラロゼ持ってないし、まあこいつの素のディフェンスを測りたいんで、あの相方ロゼチロゼやらだとちょっと、ね、ワンパンされちゃうんで、まあ今回こんな感じの、まあ、ザマスデッキで挑んでいきたいと思います。ザマスもきついけどザマスもきついけど、まあまあまあいけるだろう。でもこいつの残念なところは必殺でディフェンスが上がんないところだから、まあせっかくこの実数値で戦うキャラなのに、なんか必殺効果が噛み合ってない必殺が噛み合ってないっていうね、悲しいキャラなんですけど、まあやれるだろう、そこそこね。というわけでこちらで行ってみたいと思います。まあブロリーも連れてけば最悪ね、ブロリーと並べれば23個、もう大フィーバーブラックが起きるんで、楽しみにやっていきたいと思います。まあここはザマスでいいかな、ザマス置いていきましょう。いやードッカンバトルもね、そういえばあの昨日のさ動画で多分上げてると思うんだけど、あれプールのやつ、あれなんか伝説降臨説みたいなのも、伝説降臨なんかな、伝説降臨らしいね。伝説降臨だとしたらやっぱセルマックス、やっぱセルマックス、ダブルフェスでやってほしい感あるけどな、セルマックスは正直で。セルマックス単品もいいんだけど、なんか伝説降臨で出すにしてはちょっとなんかもったいない気もするんだよね。かといって七夕で出すにしてはちょっと役不足というか力不足感はすごいけど、いやなんか扱いに困るキャラだねセルマックス。俺はダブルフェスでご飯ビースト&ピッコロと出してほしいんだよね、周年かどっかで。11周年とかね11周年で出してほしい。10周年はもう合体戦士スーパーベジットとスーパーゴジータ、もう決まってる、相場が決まってるから。それでね、もうセルマックスに居場所ないからでここは軽減を上げていきましょう。でまあ悟空&ベジータのディフェンスを今後は上げていきますか。セルマックスね、おおどどど、まあ使ってみたいけど伝説降臨はちょっとやっぱりやだな。俺伝説降臨引きたくないんだよあんまりあんま引きたくないんだよ。なんでかっていうと、あのおまけのクソみたいな SSR がピックアップ確定で出てくるのがうざいからフェスゲンだったらさ、もう絶対ピックアップ確定になったらフェスゲンだからさ、なんか割と安心できるけど、伝説降臨はね安心できないからさ。で伝説降臨ってね、出ないときはほんと出ないからさ、出るときはすぐ出るんだけど、もう沼が怖いんでね、ちょっと俺は引かないですけどといった感じで、まあ、ブラック君今のディフェンスが9万、なんで、あれ潜在能力上げたよね。あ、リンク全然上げてなかった、やばいリンク上げサボってのバレてば、スキル玉、そういえばリンクスキル玉がいつの間にかすげえ溜まってたっていうね。なんか前までさ全然足りなくてさ放置したんだけど、え、30万、あれなんか俺あれ極限し忘れた攻撃を受けないと上がんないんか。あー、まあ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 、とりあえず受けてない状態のパワーを見せてもらいましょう。まあここ大丈夫でしょ、さすがにまだ 80% 経験残ってるはずだから多分大丈夫。まあ、全然ダメだまあでも後ろ2人は大丈夫っしょ。でザマスがペチペチして、でゴブラくんが、ゴブラが690万、あーでもいいね、追撃全振りだからなマジで追撃全振り、あーでオッケー、さすがに行動後ディフェンスは大丈夫と。やっぱ最初の5ターンとかでよかったから、全属性ガードと経験つけてどこに置いても守れる性能にしてほしかったな。あ、いいね、ここベジットになっちゃうか、ベジットになって後ばしちゃった。必殺ミッキーアメだけど打ってこない、ザマス置きたいよねここ、ザマス置いて仕上げていきたいんで、まあそっか、うーん、やっぱ実数値は辛いね。必殺効果変わってればワンチャンあるけどね、ディフェンスアタック、ディフェンスオーファー無限上昇とかつけばもうバカ化け物だったけど、必殺上がんねえかな。でいいね、ベジットの超かっこいい通常技、マジかっこいいよねこれ、カメハメハよりこっちが好き個人的にね。で全属性ガードから繰り出される350万の会心、920万強すぎ。
で、ゴジオくん出てきて、先手必殺上等。全然上等じゃねえ。7個取れねえ。まあ、ここはウィズ使って、さすがにね、ブラック死ぬことは目に見えてるんで、で、木玉取りたいな、これ。お、取るか。ブロリーは頑張ってかわしてくれ。あー、でも7個取れた、ラッキー。で、1回食らった上等1400万強すぎ。まあ、ザマスも未だ現役っちゃ現役だからな。で、さすがに大丈夫。ああ余裕で、ブラックくんが774万。うん、絶妙。あれまた不定化入れて、まあさすがにアイテム使えば大丈夫と。でこれで仕上がったかな。これで仕上がりなんで600万で、裏剣からの叫びながら気弾打つと。で、チライちゃんかわいい。で、チライちゃん怒ってんのかわいい。で、チライちゃん早い。で、ブロリーが攻撃するより早く銃を撃つ。真ん中必殺か。まあ、こうでいっか。いや、ベジットカウンターやりたいな。こうするか。ベジットのカウンターで削っちゃって、あわよくばもうザマスで倒す。で、いいね。スーパーベジットとゴジータ、夢の共闘。共闘じゃない。夢のバトル。スパーキングで多分掛け合いあるからね、楽しみなんだよね。なんかスパーキングさ、ベジット、スーパーベジットがいないらしいよね、あの、キャラクター紹介で。なんでやろね。さすがにスーパーベジット実装しないはないと思うから、まあ、今後の PV とかで出したいんかな。で、強すぎベジット240万の会心で、ああ、倒したわ。もう強いわ、でも一人でいい。スーパーベジット一人でいいわ。スペクタルゴズイータが登場しましたけど、まあ、ザマス無限化させちゃうか、ここは。もうなんか、ちょうどいいしね、マジで。ちょうどいい。ザマス忖度助かる。さて、ドッカンバトルで、マジで一生現役のフィールド。ザマスの攻撃無効が弾かれることないからね、絶対。で、木玉11個取って、96万。いいね。5回食らうの結構むずくない？まあ、今だったらまだ食らえるけど、今後さらにインフレしたら、食らったら死ぬんじゃない？こいつ。5回食らう前に一発目で消し飛んで、もう大パン不可避の未来が見える。大パン不可避の未来しか見えないけど、メルカリの通知。で、顔面はゼロ。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 ザマスの顔がへこんじゃう。で、1600万か。まあ、リンク上げてないから、しゃあないけど。一応サポート乗ってるもんな。わかった、硬。うわ、2発撃ってくんのか、こいつ。いやらしいな。じゃあ、ここはもうアイテム使っちゃうか。アイテム使って、まあ、ベジット手前でいいな。で、ブロリー回避分は取れないけど、まあ、これでサポートしていきますか。おお、いいね。スーパーゴジータと、ベジット、夢の共闘、なんて言うんだ、これ。夢のバトル。夢のバトル。かっこ語彙力。お、強っ。で、会心出して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 、で、1300万。マジで強すぎないこいつ。一人でいいんだけど、本当に。さすがにアイテム使わないと必殺はきついけど、いや、強すぎ。一人でいい、マジで。さて、問題。あー、でも先手必殺か、上等。じゃあ、ここは、じゃあ、木玉9個。まあ、木玉9個で。で、今のディフェンスが100万強。まあ。実質すごいね。で、必殺後は、攻撃時にディフェンス150%アップか。ってことは、
200万いくんか。必殺でね、さらに大幅とかつけばすごかったんだろうな。あの100万の大丈夫か。もう硬い硬い硬い。やっぱまあ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 強いね。さすがに5発食らった後だったらもう問題なしだね。苦手属性ゴジータの必殺を、ね、通常攻撃も、いや、ウィスがあるわ。ウィス使ってたわ。やばい、ドーピングしてたの分かった、バレた。ドーピングしてたの気づいちまった。まあでもディフェンス100万あるから一発だったら耐えると思うんだよね。分からんけど。でザマスがいっぱい、強い。で顔面はゼロ、顔面はゼロで1900万。まあ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 強いね。やっぱりサポート乗るとえぐいね。追撃出してほしいけどな、できれば。追撃25なんだけどな。自力追撃も持ってほしかったな、マジで。実数値ならね、実数値ならさ、追撃持ってほしいよ。でここは大丈夫だよ、 OK と。ここやべえな、予測カララビライって死んだわ。いや、身勝手のブーに任せるか。前回の動画で身勝手のブー起きたんで、ワンチャンあるよ、ワンチャン。身勝手のブー、いやマジこれかわしたら。はい、というわけで今回ねブラック使ってみたけど、まあ強いっちゃ強いね。うん、強いっちゃ強い。強いっちゃ強い。以上です。はい。終わります。まあ次ドーピングしてね、もう一回挑んでみてもいいんだよね。だからクッキーだけ持って挑むみたいな、ちょっとやそれもねやってみようかなと思います。といった感じで、ではまた。